こんにちは。今日はアルバムの紹介ということで、イブのアルバムをご紹介したいと思います。イエーイ、松田さん風にイブのアルバム、早速中を開いてみたいと思います。イブはですね、他のアルバムとは違って黒い台紙になってるんですね。あとちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、ちょっとボコボコしている感じなんです。はめ込み式なんですよ。3タイプあるんですけど、3タイプの中で一番高級感のあるアルバムとなっております。またインテリアとしても楽しめますので、ぜひお家に飾ってみてください。はい、じゃあ以上イブの紹介でした。